前回までの杉永チャンネルは、はい、始まりました。お客様に来てもらってます。カラーをしながらちょっとトークしていきたいと思います。じゃあ今日は何を喋っていくかというと、はい、あのこれから年末なんで、うん、大掃除に言うと、ずっとスルーしてたのにまた先延ばしにしてそこも忘れるみたいなことだったら困っちゃうけどね。忘れないようにやらないとね。自分のみそぎとしてそのもうあんまり取れないの頑張るぐらいじゃないとね。みそぎ。うん、そうかそうか。本当だったらやっぱ服手放したりとかもね、なんかいろいろその時期とかにやるなんていうのはいいかもしれないですね。あの棚とかいらないものとか。やりたいやりたい、ね、手放したいなんかもいっぱいある、やばいな、ね、でもね、思うんだけど、はい、手放すとき、いやもうリサイクルショップ混む、そう本当に無理よ、ね、多分あの、うん、休み入っちゃったら無理、うん、特にですね、困っちゃうよね、休み入ったら、うん、だからこそ今やってっていうのはマジで思う、ね、うん、そうですね、急いで後からやってる人をもう横目に楽しい遊びに出かけたいのがいいと思う、うん、ね、街無限大みたいな書かれてるようなね場合あるからそれの時にね、あの、うん、先に気づいてやってね、うちらはね、うん、皆さん、あの視聴者のみんな先にね、うん、勝ち組になるってこと、うん、やっていきましょう。本当そう。今年は12月の上旬から。本当大事、うん。この動画を12月の上旬に上げてほしい、俺が。上げて。頑張る。ね、うん、そしたら皆さんに届くかもしれない。これがすごい後になってたら、ね、うん、マジで最悪です。いやでもまず大掃除をやるというね、うん、こう気持ちも大事だし、うん、もううちらもねこうやってこういう動画を撮ろうっていう今日確認できましたから、あの大切、いいことね、うんうん、これでできますね。でも行動するかどうかですから ね、はい、やってくださいね。頑張ります。よし、はい、またあのね、それこそお子さんがカットした時なんかに、うん、あのまたツンツクついていきたいと思います、はい、嫌なところ嫌なところ聞いて、うん、したらいいですけど、じゃあ片付けと、うん、はい、お掃除、うん、でお掃除であの大切なものを傷つけないようにまた買い物増えないように、ね、うん、もうみんなで協力して家族でやりましょうということですね、はい、遅くなりすぎず、はい、妥協せず、はい、うん、はい、ここ1年でね、うん、ありがとうの気持ちを込めてやっていきたいですね、うん、はい、物に対して、ね、ありがとう、ね、お疲れ様、来年もよろしくねっていうね、うんうん、素晴らしい素晴らしい、ちょっと顔が映ってない、うん、OK じゃあよかったらチャンネル登録、高評価、ちゃんちゃんねるねるお願いします。はい、はい、じゃあまたありがとうございました。今日はありがとうございます。またはい、それではバイバーイ。